それを可能にするのが AI。 一体どういうことなのでしょうか。心電図のデータをもとに、この AI が判断して、医師や医療機関にお返しすることで、その判断を、支援する。よく健康診断で行う心電図検査をグレードアップさせ、これまでわからなかったかすかな予兆を発見する研究が進んでいるといいます。心臓シミュレーションと AI 技術を活用しまして、心臓病の早期発見を検出する研究開発を行っております。その肝となるのが仮想心臓。こちらです。うわ、ドクドク立体的に動いてますね。はい、こちらの方が心臓の筋肉の動きと血流の流れを実際に再現した心臓になっています。解剖学や生理学をもとに、微細な筋肉の動きから血流まで再現した仮想心臓。そしてこれを日本が誇るスーパーコンピューター富岳が解析。世界最高峰の処理能力で、将来心臓病になりやすい心臓からなりにくい健康な心臓まで、3万パターン以上の仮想心臓を作成。ここで AI の出番。この3万件のデータを AI で学習させまして、突然死につながる不整脈を判断する研究を進めております。3万パターンを知る AI は、心電図の波形から病気につながる異変を察知。こちら見ていただくと、一つが、健康な心電図、もう一つは突然死につながるような不整脈の心電図なんです。どちらが正常でどちらが不整脈か分かりますか。これまで医師の判断が難しかったごく小さな異変も AI の解析がヒントに。お医者さんは、判断が難しいところをしっかりと我々の AI がサポートしていく形ができるとなると。今後さまざまな心臓病のサポートができるよう研究が進んでいます。近い将来、健康診断の心電図検査にプラス1万円での実用化を目指しているそうです。